Mini skirt on, dip my body in glitter. Pop, pop, form sneakers, all the boys wanna picture. はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ザラの購入品を紹介していきたいと思います。イエーイ。結構私といったらザラってイメージを持っている方もたくさんいらっしゃるかなって思うんですが、まあ、そのぐらい私はザラがすごい大好きで、すごく頻繁にお買い物をしているんですが、そんなザラ常連の私の夏服の購入品を紹介していきたいと思います。今回もめちゃくちゃ可愛いアイテムたくさんあるので、ぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。まず1点目が今着ているこちらのトップスでございます。安定ね、1点目はいつもね除去をしてるかなと思うんですが、このトップスもザラで今回ゲットしました。これめっちゃ可愛くないですか。私こういうホルターネックが大好きなんですよ。なんか私的にここのライン、この鎖骨のラインとかをこう見せた方がなんかすっきり見える気がして、私はこういうトップスすごい大好きなんですけど、今回このトップスを見つけた時にマジでこういうの探し求めてたと思って、速攻でカートに入れてポチりました。ここに紐がついてまして、これをあ、やばい、ちょっと下タイパンツなんです見えないのでタイパンツ履いております。本当私タイパンツ楽すぎて大好きで、これマジでこれ本当に内緒なんですけど、まあ、このタイパンツは3、4年前ぐらいにタイに旅行行った時に100円ぐらいでゲットしたんですけど、2枚ほどゲットしまして、でもほんと楽ちんなんですよ。薄くてねマジで楽で、部屋着とかいつもこんな感じで着てるんですけど、まあ、3、4年前に買いましたのでめちゃくちゃ破れております。ほんとね、私こういう癖があるんです。破れていても着れるもんは着れるから取っておいちゃうんですけど、にしても破れすぎなんですよ。まだこっちの柄は、まあ、破れてるけど、まあ、まだギリいけるぐらいの感じなんですけど、もう一個の方はもうこうこれ言っていいのかな、控えてくださいね。お股の方がちょっとお股の方からちょっとパカって漏れちゃってるんですけど大丈夫かな。そうなんですけど、楽すぎて捨てられないっていう。だから本当私タイ今までで一番楽しかったので、旅行行った中でまた行く機会があればっていうか、また行きたいんですけど、もしまた行ったらタイパンツを大量にゲットして買おうかなって思ってます。本当に楽すぎて捨てられないんです。でもちょっと本当に履くのがお恥ずかしいところが開いちゃってるので、さすがにこの前お母さんに来た時にもさすがにそこ開いてるのはやばくないっていう風に言われましたが、まあいつもは家にいる時一人なのでまあいいかなと思って履いてます。やばい、これ本当内緒でお願いしますそう、でなんだっけ、そうそう、まあ、ですいません、めっちゃ脱線しましたが、後ろがねこれこんな感じで紐になってて、ここで結べるんですよ。でもう一個ポイントがあって、多分見えてると思うんだけど、この後ろがねこれこういう感じでこう編み編みっていうか、なんて言うんでしょう、こんな感じになってて、すごい可愛くないですかこれ。私これ見つけた時にめちゃくちゃドタイプと思って思わずゲットしました。やっぱまあこういうトップスって結構まあ下着をね悩まれる方もいると思うんですけど、私は今ヌーブラをしてます。この前だけカバーできるものをつけてます。あとはまあニップレスとかでもいいと思うんですけど、まあ、そういうものとかをつけるといいと思います。丈感もちょっと短めで、おへその上ぐらいかな、この丈感ですごい私はちょうどよくて、こういう丈感大好きなので、こちらのトップスめちゃくちゃ気に入ってます。まあ、ただ1点だけ、これニット素材でできているので、どんどんと伸びていっちゃいそうだなっていう風に思いました。なのでまあ洗濯とかも多分手洗いの方がいいと思うし、まあ、ちょっとそういった面ではやっぱニットなので手間というかかかるかなと思ったんですが、私は夏、今回の購入品もほとんどモノトーンなんですけど、私夏は本当にもう先足なので、前のディズニーの Vlog を見てくれた方なら多分知ってると思いますが、私背中の汗が特にひどくて、まあ、頭皮とかもやばいんですけど、本当もうタラーンのレベルじゃない、もうダランのレベルマジで滝汗じゃんっていうぐらいの汗をかくので、もう真夏は黒か白かみたいな感じなんですよ、ずっと。だからこのブラックっていうカラーもまた私にとってはすごく嬉しくて、今回こちらゲットしました。デニムでも可愛いですし、カーゴパンツでも可愛いですし、なんかスカートとか、私は割とね、私レースのスカートとか気になってるんですけど、そういうのとかと合わせても可愛いのでたくさん着ていきたいなって思います。では続いて2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。これも
キャミソールのトップスなんですが、こんな感じのアイボリーかなのトップスです。これも素材レースっぽい感じなんですけど、今季やっぱレースを注目しておくのがグッドだと思います。こういったまあトップスもそうですし、あとはスカート、フレアなレースのスカートっていうのがめちゃくちゃ今海外の中で、まあ、海外で流行っているというか、すごいたくさん見かけるんですよ、そういったスカートを使ったコーディネートを。なのでまあ海外コーデ好きな方はぜひチェックしておきたいアイテムかなと思うんですが、ちょっとこういった女の子らしいアイテムをなんかデニムとかと合わせたりとか、ちょっとジャージっぽいもの、ほんとジャージのパンツとかなんかそういうのとかと合わせてミックススタイルを作るっていうのがすごい今トレンドのコーディネートだと思うので、このトップスもすごい使えそうだなと思ってゲットしました。なんかハーフパンツとかに合わせても可愛くないですか。絶対スカートとかでも可愛いけど、スカートとかだとちょっと女性らしくなりすぎちゃうなって私は思うので、前ってダボダボのデニムパンツ履いてあげるとか、そういった感じでバランスをとっていきたいなっていう風に思ってます。このトップスはここにリボンがついてるんですけど、これはね飾りのリボンなので、これが取れてもバッてなることはないんですけど、裏がちゃんとつながっているので、前の下の部分、このレースの部分はパカッて開く感じなので、普通に着てる分にはあんまり見えないから、たまにちょっとチラッと見える感じだと思うので、それもすごい可愛いなって思います。裾もこんな感じでレーステープがついていて、とても可愛いです。すごいこうふわっとしたさらっと着れるようなキャミソールなので、結構涼しく着られそうかなというふうに思います。色合い真っ白じゃないから、すごい肌なじみも良くて、とても着やすいトップスです。で、お胸のところはこんな感じでニット素材が使われていて、この切り替えもめっちゃ可愛い。まあ、ただ結構お胸がガバッと開いているので、なんか下着とかはなんか見えてもいいような下着とかと合わせて着てあげるのがまあ無難かなっていうふうに思います。ということで続きまして3つ目がじゃじゃん、こちらでございます。また黒のタンクトップをゲットしたんですが、まあ、一見普通のタンクトップに見えると思うんですが、これ実は後ろがじゃじゃーん、わかるかな、こんな感じでガバッと開いております。で、今ちょっとこれほどけちゃってるんですけど、このねこの肩のところの延長でこんな感じで紐になってるので、これを後ろで縛るって感じかな。これも今後ろ縛ってるんですけど、そんな感じでこれも後ろで縛ってあげて止めるっていう感じの、ホルターネックに近いのかな。でも前から見ると普通にタンクトップみたいな感じなんですよね。これもすごい可愛くてあんまり見ない形だったのでゲットしてみました。なんかこのやっぱバッグにデザインがあるトップスっていうのもすごい可愛いじゃないですか。前から見たら普通なんだけど、後ろから見たらあ、意外と大胆なのねみたいなそうそうそう、背中がガバッと開いてて、あ、意外と大胆じゃんみたいな、このギャップっていうのかな、もうすごい可愛いなと思って、これもいいなって思いました。トップスの丈感的には割と長めかな、まあめちゃめちゃ長いってわけではないんですけど、しっかりと丈感はあるかなっていうふうに思うので、なんかインとかはしやすそうな丈感じゃないかなって思います。割と生地感もちょっと厚みのある素材になっているので、そんなになんかこうペラペラっていう感じもしないし、でも分厚すぎないから夏でも全然涼しくさらっと着れそうな薄になっております。私ザラの夏服結構好きで、トップスとかもよく買っちゃったりするんですけど、なんかやっぱこういったシンプルなんだけどちょっと一癖入ってるとか、ちょっとデザインが入ってるみたいなのが結構置いてあるので、すごい使えるんですよね。使いやすさもあるし、でもあんまり見ない形だったりとか、ワンポイント入ってることでおしゃれに見えるし、そうだからすごい私ザラの夏服好きなんですよね。毎年毎年たくさん買ってしまいますでは続きまして4つ目がじゃじゃん、こちらでございます。もうこれはもうどうからどう見てもシンプルなキャミソールをゲットいたしました。なんかこういう本当にもうマジでシンプルなキャミソールも欲しくて最近、まあ、ちょっと今矛盾しちゃうかもだけど、こういったデザインのトップスも可愛いけど、やっぱりこういう無難なものもとても使えるので、まあ、1個は持っておいてもいいんじゃないかなっていう気がします。でもこれパッとついてないので下着は必要にはなってくるんですけど、本当に使いやすい、ただのホワイトのキャミソール、でもすごいね生地が気持ちいい。なんかちょっとつるっとした感じの素材で、すごい肌触り良くて伸縮性もめっちゃあって、これめちゃくちゃ着心地がいいです。ピンタレストとかで私よく海外の方のコーディネートとか見て、あ、こういうトップスとか可愛いなとか、こういうのも流行ってるのかなみたいな感じで情報集めること多いんですけど、本当にこういうシンプルなキャミソールもすごい使ってる方が多くて、なんかこれにさっき言ったみたいにジャージのパンツ合わせたりとか、カーゴパンツ合わせたり、デニムパンツ合わせたり、あとレースのスカートとも
合わせたりとか、まあ言ったら何でも合うトップスなので、まあ、その分登場率もね高いと思うんですけど、意外と私こういった白のキャミソール、これ本当に無難の肩紐もちょっと細くてみたいなキャミソール持っていなかったんですよね。しかもこういう生地で普通にカットソー生地っていうか、なんかリブとかだったら持ってるんですけど、またリブとはちょっと印象が変わると思うんで、割とピタッとした感じのトップスで結構海外っぽいアイテムだなって思うので、これも今回ゲットしました。他にも空張りあったので、ブラックとかもやっぱり欲しくなりそうだなって思ってます。多分めっちゃ使えるので、透け感もねそこまで気にならないかな。そんな派手な色の下着を着なきゃそこまで気にならないと思います。結構生地もしっかりあってとても良かったです。では続きまして5つ目がじゃん、こちらでございます。こんな感じの、これもキャミソールなんですけど、本当私キャミソールかタンクトップしか買ってないな。完全真夏ですね。これちょっと形が変わっているっていうか、ちょっと面白い感じの形で、全体的にこうゆったりとした感じのサイズ感なんですけど、今回購入したのも結構ピタッとしたシルエットのものが多かったと思うんですが、こういうちょっとゆるっとしたキャミソールとかも意外と使えそうだなと思って、今回もまあオンラインで買ったんですけど、オンラインでのこの着こなしがすごい可愛くて、これになんかミニスカート、黒のミニスカート合わせてて、ほんとワンピースみたいな感じ、ミニワンピみたいな感じで合わせてたんですけど、そうほんの少しだけ長めのトップス、チュニックぐらいかなの丈感になっているので、これ1枚では着れないけど、そういう黒のミニスカートとかと合わせると割とワンピっぽくも見えるようなトップスで、これはフロントにデザインもこんな感じで入ってるんですけど、ビーズがめっちゃついてて、結構アジアっぽい感じのデザインっていうのかな、まあ、そのサイトの着こなしみたいに短めの黒のミニスカートとかと合わせても可愛いし、デニムとかとめっちゃ相性いいと思うし、これにハーフパンツとかでサンダルとかも可愛いと思うし、結構そういうなんかリゾートっぽいというか、そういった南国っぽいような感じのコーディネートが組めそうかなっていうふうに思います。これ全体的にチュールっぽい感じのシアーのトップスになっているので、さらっと涼しく着れそうだなっていうのもいいなって思いました。海とかも行けそうだし、でもシティでも着れそうだしみたいな、これも結構私は気に入ってます。やっぱ顔がねアジアなので、こういったトップスも多分アジア系の人は特に似合うんじゃないかなと思うんですが、どうですかねちなみにサイドはこれラップっぽくなってるんですけど、ここで紐がついてるので、ここでキュッと縛ることができます。結構こういった細かいディティールとかもすごいこだわられてて、とても可愛いです。では続きまして6個目がじゃじゃーん、こちらのパンツをゲットいたしました。これはもうほんとシンプルなナイロンパンツ、パラシュートパンツなんですけど、私こういうチャコールのこういうシャカシャカ系のパンツ持ってはいるんですけど、私が持ってるやつがカーゴパンツなんですね。なのでもうちょっとボリュームがあって、こういうストレートっぽい形のパンツも欲しいなってずっと思ってて、こういうチャコール系ってなんか夏でも重たくなりすぎない、ブラックよりもちょっとトーンが明るめなので重たくなりすぎないからすごく使えるなと思ってて、 T シャツと合わせたりしても可愛いし、今実際持ってるチャコールのそのカーゴパンツもめちゃくちゃ使えるので、多分これ持っておいたらすごい出番が多そうだなっていう気がしたので、今回また新しくこのパンツゲットしました。で素材がちょっとしっとり系の素材になってて、なんかナイロン系なんだけど、でもカジュアルになりすぎなくてすごい可愛いです。これでウエストゴムが入ってて、でここがこんな感じのスナップボタンになっております。でチャックがついてるっていう感じです。ゆるっと着れてすごく楽ちんなので、夏とかすごい大活躍してくれそうな予感がしてます。膝ぐらいかな、膝下ぐらいのところにちょっとこんな感じでタックが入ってるんですけど、これもまたワンポイントになって可愛いです。なんかこう全部がサラッとしてるんじゃなくて、ここにちょっとタックを寄せることで形がすごい可愛く見えるので、ここもちょっとしたポイントなんですけど、あるのとないのでは結構変わってくるので、ここも私は気に入ってるポイントです。結構こういったパンツ履くと質問いただくこととか多いので、割とザラとかすごいたくさんあったので、ぜひ皆様チェックしてみてください。秋冬でも履けるんじゃないかな、これだったら。では続きまして7個目がじゃん、こちらです。ちょっと今回ね、夏は本当にグレー着れないんですけど、グレーのこれスカートをゲットしました。まあスカートならワンチャンいけるかなと思ってゲットしました。もう上はね完全アウトなんですよ。もうさっきも言ったように、私はもう背中の汗もやばいし、脇もやばいし、頭皮から垂れてくる汗もやばいので、
トップスのグレアはね絶対に着れないんです。夏はもう本当にこれは絶対に着れない。まあ室内だったらまだギリいけるかもなんですけど、冷房を効いたりとかしてれば一瞬でもこの日光を浴びる瞬間がある時はもう絶対に着ない。そうなんだけど、まあでもこれはスカートなので、まあ、こういったスカートとかでグレーがあったら多分コーデのバリエーションも増えるだろうし、いいなと思ってこちらゲットしました。でこれタイダイっぽい柄なのかな、ワンポイントアクセントで紫とかこのベージュっぽいカラーが入ってるんですけど、この色合いもすごい私は可愛いなって思いました。グレーと紫ってめっちゃ可愛くないですか。私すごい個人的には好きな組み合わせなんですけど、そこにこのあったかみのあるベージュが入ってることですごいこのなんて言うんだろう、バランスが私は可愛いなって思ってゲットしました。でこれ素材はねすごい気持ちよくてサラッとした感じの素材です。で結構伸縮性もあって、こうなんか光とかにかざすとちょっとね透けて見えるんですけど、でも全然着る分にはそんな下着がめっちゃ透けるとかっていう問題はないかなっていう風に思うので、まあ、そこは大丈夫かなと思うんですが、ほんとそのぐらい軽い素材で夏でも結構涼しく、まあ、ロングスカートとかってちょっと暑いイメージあると思うんですけど、割とこれは素材も軽めなので涼しく着られそうだなっていう風に思います。ウエストヒップあたりは割とピタッとするんですけど、裾にかけてちょっと広がってるデザインなので、なんか全部が全部ピタッとしすぎなくて、もうちょっとごわつくウエスト周りはキュッとしてることで結構あのスタイルアップもできると思います。私はこのシルエットすごい好きなシルエットでした。このタンクトップとももちろん合うし、なんか T シャツ、オーバーな T シャツとかをこの上からさらっと着てあげても可愛いし、結構使えそうな予感がしてます。丈感もしっかりと長めだったので高身長の方にもおすすめです。では続いてでラストなんですけれども、ラスト8個目がじゃじゃん、こちらのネックレスをゲットいたしました。これすごくない？めちゃくちゃ大ぶりなネックレスなんですけど、すごい可愛くて、これが最近こういうペンダントみたいなちょっと大きめのチャームがついたネックレスにハマってて、でこのネックレスは紐のところもロープになってて、もうめっちゃ夏な感じのネックレスで可愛いんですよ。これが今この首元のホルターネックと喧嘩しちゃってるかなと思うんですけど、まあ、さっきのめっちゃ出てくるけど、さっきのこのシンプルなトップスの時とか、やっぱシンプルすぎちゃうなっていう時とかにこういうのを1個つけてあげるだけですごい可愛いコーデになるので、これもすごい気に入ってます。私なんか人手の形だしすっごい夏じゃないですか。だから海に行く時とか絶対可愛いし、もうこれつけるだけで一気に夏感がめちゃくちゃ出ると思うので、夏はシンプルなものがやっぱりどうしても多くなっちゃうので、こういったアクセサリーとかでちょっとアクセントつけるのが私は大好きなんですけど、このぐらいのサイズのネックレスって意外とないじゃないですか。私も最近ずっと欲しいなと思ってて、いろいろ見たりとかして探してたんですけど、あんまりこういうしっかりと存在感のあるネックレスって少ないので、さすがザラさんだなって思います。これはロープなんですけど、これじゃなくてもうちょっとコードっぽいやつとか、なんか紐みたいなネックレスがすごい今海外とか韓国でもちょっと流行ってると思うんですけど、この夏は結構注目しておきたいアクセサリーの一つなので、こちらもつけるだけで割とトレンド感が出るかなって思います。はい、ということで今回はこんな感じで以上8点ゲットしました。まあ、着々とねこうして私は夏に向けて準備をしているんですが、まあ、やっぱり夏は私何回も動画でも言ってるけどあんまり好きではない季節なんですね。まあ、でもこうやってなんか可愛いファッションアイテムとか探してちょっとこう気分を上げていこうっていうことで、今回もたくさん新しい夏服をゲットできて幸せでございます。だってもう今このアイテム早く着たすぎてちょっと夏待ち遠しくなりました。まあ心配しなくても夏は来るので、夏が来たらたくさんまあ可愛い夏コーデ組んでいきたいなって思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。